2016年は、憲法が公布されてから70年になります。で夏には参院選がありますので、憲法改正というものを、口にされている、安倍首相、その中で迎える選挙ということですので、憲法が非常に重要なテーマになっております。その中で、やっぱり私たちとしてはその身近にある憲法、人が人としての生きる権利を守っている憲法ということについて、取り上げていきたいと思ってこの企画を始めました。第1回目は、9条を取り上げまして、広島に住む清水さんという方、この方の反省を描きながら憲法9条というものを書きました。憲法9条というのは皆さんご存知の通り戦争放棄というのを書いておりますけれども、この方、非常に、戦後憲法の9条というものに非常に翻弄された人生を送っておりまして、 ですが、自分が危機に陥った時にやはり救ってくれたのは9条であったということを語ってくれています。でこの方ベトナム戦争に行かれた方なんですが、そのことをずっと最近まで話していなくてですね、この度毎日新聞取材に応じてくれました。で担当記者によると非常に、よくある一般の方、一生懸命仕事をして家族を大切にしてきた方です。でこういう方が語る憲法9条というものが非常に、実感を持って、伝えられるのではないかなと、取材記者は話しておりました。この他ですね、憲法は、財産権であるとか、信教の自由とか、あるいはその労働に関する規定とかがありますので、こういったテーマについて、それぞれ、主人公の人生に沿いながら、問題を取り上げていきたいと思っております。